からのボールヘディング決めた先制ヴェルディ加藤蓮がなんと大分戦連発ということになります。いやヴェルディのサポーター湧き上がります。城福監督もこの表情。和田さん、そうですね、はい、高かったですし、まあ、逆に言うと大分のマークがどうだったかなというところですね、まあ、一人あそこにかぶってますし、あれは増山ですかね、増山とその一枚前にいましたよね。非常にいい時間帯に取れたんじゃないでしょうかね。さあ今度は藤本だ、藤本を進入して追いついた。止まってしまった部分はあるのかなと思いますね。いやそして今度はまたベルディア、川村入ってきた、そして流し込めるか高木。いやちょっとコミュニケーション取っておりましたが、さあどんなボール、そしてどんな形となるか。遠いサイド、フリーだ、右足で打って、いや馬場が打っていきましたが、フリーでしたね、先ほどは折り返すような形でしたが、今はシュートで馬場。おうまくコントロールした佐藤亮が左足で流し込んだ。森田勝ち越し、東京ヴェルディが1対2、最後森田が流し込みました。また一歩前に出たのは東京ヴェルディです。まあ、こう2列目から飛び出してくる、まあ、これ森田はねプレスタイプなんですけど、まあ、ただここ落ち着いてましたね。もうパスですよね、うん、このトラップが非常にうまかったですし、後ろから来てますけどね、ゴールキーパーの位置をしっかり見て、シュートっていうより もうパスですよね、相手のところに流し込んだ、はい、非常に落ち着いたいいプレーだったと思いますね。ただ大分とベルリンの違いはボールを持った時に裏に飛び出す選手がいるかいないかですね。羽田ボール入った、そしてここで小屋追いついた。大分増山ここで送る、小屋待っているが町田、リフレクションがあって町田の左足、運動家ですか、最後ね、よく下がりましたね、多分コースには行ってると思いますね、うん、そうですね、運動家ですね、はい、あれ多分触ってなかったら行ってましたね。もう梶川も頑張る、増山前を取った、増山ラストパス、藤本、まあ、今度は馬場ですかね、またヴェルディしのいだかというところで、コーナーキックです。怒涛の攻撃もしのいでいるヴェルディ、馬場ですね、馬場ですね、先ほどは運動家、そして今は馬場、センターバック2人が体張ってますよ。中央には染野が待っている、川村、川村から染野、川村のクロスに染野でしたが、ピンポイントで今ね、はい、来ましたけどね、またのずみ、おっと来ましたよ、これ渡辺から高畑、うわまだあるか、ネット、あサムエルです、サムエル、マテウス止めましたね、高畑のシュートでしたけどね、あもうそのまま試合終了の笛です。ともに出し切ったという言い方はできるとは思うんですが、2対2